堅実性パーソナリティっていうのは、うん、サバイバル戦略だっていう項目があってですね、要はこの自制心っていうのは、うんまあ、最近で言うとグリッドなんていう本が流行りましたが、はいうん、要は一つのことをいかにやり抜くかっていうのが本でも出ましたけども、うん、この堅実性のパーソナリティっていうのは、うん、おおよそこのビッグファイブのパーソナリティは半分は生徳的なもの、要は生まれつき、うんうんうん、遺伝とか、うん、だが残りの半分は環境によるものとされていて、うん、中でもこの堅実性のこの項目は、うん、生育環境、育っていた環境に影響されることが分かっていると、うんまあ、例えばこの貧しい環境に育った被験者は、うん、経済状況が苦しくなる可能性を突きつけられた時に、うんうん、長く取っとけば、うん、1年後は1万円だよ、うん、でも今だと1000円だよ、うんうん、っていうのを、うん、もう今食っていくしかしょうがないから、うんうん、まあなるでしょうねっていう、うん、ただもうあ別に僕、うん、今100万円持ってるし、うんうんうん、まあ我慢して1万円ならまあ別にじゃあ1万円でいいです、うん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 、みたいな人は別に、うん、ずっと我慢できる我慢できる、はい、っていうのがある、うん、なんていうことが書かれていたりします、うん、ただ我慢するやり抜く、うん、っていうのは意志力なんですけど、うん、これは筋力と同じように消費するってあるんですね、うんうんうん、この実験としましてはですね、アメリカの心理学者、うん、ロイ・バウマイスターさんが意志力のテストで、うんまあ、これは筋肉に似たものだっていうことを表明したんですけど、うん、その実験としましてはですね、うん、食事を抜くように指示された学生さんたちが実験室に入ると、うん、テーブルの上には食事を抜いた学生の前に、うん、美味しそうに焼き上がったばかりのクッキー、うん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 、と、ラディッシュ、うん、あの赤い株みたいなやつですね、うん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 、あれが置かれている、うんうん、要はあの皆さん、うん、想像してください、うん、ステラおばさんの、はい、お店の前に行くと、うん、いい匂いがしますよね、うん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 、思わず財布を出したくなる、うんうんうん、で、まあ、その焼き上がったばかりのクッキーと、うんうんうん、もう一皿は赤い株ですね、が置かれています、はい、で研究者は次に学生たちを別の部屋に連れて行き、うんここでは空腹のままでやってきたばかりの学生が加わり、うん、3つのグループの学生たちが知能検査の名目で図形パズルを解くように指示されましたと、うんうん、ただそのパズルは絶対に解けないように作られています、うんうんうん、でテストの目的は忍耐力を調べるためにパズルと絶対解けないパズルとどれだけ格闘できるか、うんうんうん、で美味しいクッキーを食べた学生たちは、うんうん平均して20分間、うん、解けないパズルに取り組むことができた、うんうんうん、単に空腹だった対象群の学生たちも、うん、同様の結果、うんうんうん、20分我慢できた、うんうんうん、ところが、うん、クッキーを横目に、うん、ラディッシュしか食べられなかった、うん、クッキーが横にあるけど、うん、ある一方はクッキーが食べれた、うん、子たちは20分パズルと格闘しました、うんうん、空腹の人も20分格闘しました、うん、ラディッシュを与えられた学生の人たちは、うん、8分で解けません、うん、諦めた。この解けないパズルはずっと昔から使われている心理学なんですけども、うん、それ以外の課題でも同様の忍耐力で、なぜこの差がついたんだろう、うん、っていうのを、うん、要はこれはクッキーの誘惑を我慢したところで、うんうんうん、もうこのなんていうんだろう、意志力を使ってしまった、うん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 、こっちを我慢した、そうこっちを我慢こっちを我慢したので、うん、次の我慢がもうイライラが来てるって感じですよね、もう持たなかった、はい、うん、っていうのが出ましたよと、うんうんうん、これ同様にハンドグリップをたくさんやらされた子たちとやってない子たちっていうのでも同様の結果が出たと、うんうんうん、あやってない人たちは20分できたけど、もうこのギューって頑張ってやると、うん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 、っていう、なんかちょっと分かるんですよね、なんか分かる気はします、ねうん、僕も聞いたことあります。なるほど、うん、MP と一緒だって、はい、あマジックポイントマジックポイント魔法と同じで、うん、だから休まないと回復しないあからこう長く継続
継続するのは意志の力を使わずに継続できるようにならなきゃいけない、はい、そうなんです、うん、で出てくるのがダイエットに成功するには、うん、ダイエットしないこと、うんうんうん、っていうのが出てきて、うんうん、要はまあ現代社会において最も意志力に問われるのが、うん、ダイエットであると、うんうんうん、もう何でも聞いてください、うん、6ヶ月で20キロ痩せ、うん、でも多分重要なところはそこですよ、意志力ですよ、はい、6ヶ月で20キロ痩せ、うん、6年、はい、キープしております、うんうん、もうこの大半が1年でリバウンドするっていう中、うんうん、でそのリバウンドするのが多分意志力を使ってるからじゃないですか。あ、そうですね、うん、で、ここで挙げられるのは要は一般に、うん、遺伝率の高い、うん、もうこの体型はそうなんですよね、基本遺伝ですと、うん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 、なので、まあ、僕の中では遺伝っていうか、うん、結局そのお母ちゃんが出した食べ物を出すと、うんうん、お母ちゃんが食べてるものを一緒に食べてるんだから、うんうんうん、そりゃ同じ体型になるよね、うんうんうん、その好みも似てくるって話ですもんね。だってお母ちゃんが美味しいと思ったものを、うん、食べな美味しいでしょになるわけですもんね、うんうんうん、要は、まあ、遺伝的に足が遅い子供は、うん、どんなに努力しても、うん、ボルトにはなれないと、うん、で、まあ、遺伝的に太る人は、うん、努力してもモデル体型にはなれませんよねと、うん、でそういう音楽的な才能も多分そうだろうと、うん、しかし現実的には、まあ、いかに食べても太らない人もいれば、うん、すぐに太ってなかなか痩せない人もいると、うん、でこれをね生徳的な要素を無視して一律に、うんうん、太っているから意志が弱いで決めつけるのはあまりにも理不尽だ、うんうん、でまあダイエットに失敗してばかりいるとすればおそらく、うん、まあ遺伝的にダイエットに向いてないからだろうと、うん、ではそれを前置きにして、うん、どうすればダイエットできるかを考えてみると、うん、このバウマイスターさんは、うん、ダイエットに必要なのは3つのルールだと、うん、1ダイエットしない、うんうん、2チョコレートを断つという誓いは立てない、うんうんうん、かっこ他の食品についても同様だ、うんうん、3つ目自分を評価するときも、うん、他人を評価するときも、うん、肥満と意志力の弱さを一緒にしない、うんうんうん、これはって言っていて、うん、実験用ラットにコントロール食でダイエットさせると、うん、最初のダイエットで体重は減るが、うん、ダイエットをやめて自由に食べさせると、うんうん、やっぱり徐々に太り始めて、うん、もう一度ダイエットすると、うん、同じ体重を減らすのに、うん、前回より体重が時間がかかる、うん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 、でまたやめると前回よりも早く体重が増える、うん、でこのサイクルを3回か4回繰り返すと、うん、摂取カロリーを少なくしても、うん、増えた体重は減らなくなる、うん、怖い、よくあるダイエットの話ですよね。怖い、これを聞くともう僕は太れません、うん、はい、これはやっぱりまあ全てを含む全ての生き物が進化の過程の中で飢餓を経験するので、うん、もう死と直結するんですよね。食べ物を減らすと蓄える能力が強くなってくるって話ですよね。そうですね死ぬんだもんだって、うん、だからもうこのリバウンドをし繰り返すと、うん、もう痩せなくなる。なのでまあ罠にはまらない最も効果的な方法はダイエットしないことだよと、うんうん、なんでまあ食べ物を拒絶すればするほど食べ物にとらわれていくって書いてあるんですけど、うんうん、ダイエットしている人は頭の中に1日に摂取する上限カロリーを決めていて、うん、何らかの理由でそれを超えると、うん、あもうこの日は失敗、うんうんうん、やめたってして、うん、もう今日は何食べてもいいよね、うんうん、ってやるのが失敗だよと。これは専門用語で、うん、逆説的摂食と呼ばれて、うん、もうどうでもいい効果と言った方が分かりやすいとされてるんですけど、すべての生き物は空腹になると、うん、食べなさいっていうサインが出るようにできている、うんうん、で最後は死んでしまうっていうアラートが鳴り響くよと、うん、このダイエットというのはこの食べなさいというシグナルを意志力で無視することだが、うん、これを続けていくと、うん、もう食べなくてもいいっていう満腹のサインも一緒に分からなくなる、うんうんうん、からその結果一線を越えた時に歯止めが効かなくなってどか食いをするっていうのになるんですって、うんうんうん、僕まあこの辺はまあ成功してしまってるのでね、ダイエットね、僕成功しちゃったのでこの気持ちわかんないんですけどそこじゃないですか。ね、僕はね、うんうん、じゃあちょっとダイエット情報、はい、二等兵の自慢げに、うん、もちろんお腹減るんですよ、はい、でこのお腹減ってるを、うん、
飢餓と捉えるんじゃなくて、そう、意思の問題じゃなく体がって話ですよね。あ、でも、うん、これをね、うん、僕は、あ、これは今体重を減らしてるんだ、脂肪が燃えてるんだ多分それ違う気がしますけどね。要は意思の力で抑える、はい、意思の力で抑えちゃダメだって話ですもん、この話はそうで、僕はね、だから我慢せずに我慢することが、食べないことができれば一番で、僕はなので、うん、我慢してるっていうよりも、うん、今僕は、うん、かっこよくなっている。あ、でもみんな多分それをやってるんですよ。やってますかね。我慢したい、我慢しなきゃって思ってるのかなと思ってるんですね。そのそれってなんかこう良くなるためじゃないですか。いや、それを思ってない人は、はい、そもそもダイエットしようなんて思わないじゃないですか。かっこよくなりたい、別にデブでいいんだよって人は、あ、うまいもの食える方がいいじゃんって人はそもそもダイエットしようなんて思わない。でも皆さん、僕、うん、まあ、90キロとかあった時あるんですけど、はいはいはい、不便ですよ。バーゲンあるじゃないですか、はいはい、で行くじゃないですか、うん、まあ、基本着れないですよ、うん、かっこいいと思ったものが、うん、基本着れないのが肥満ですよ、うん、辛かった、うん、で T シャツ着るじゃないですか、うん、基本やっぱりあのシャラポはするんですよ。だから多分二等兵は不安があるからだと思うんですよ、はい、あ、要は、うん、異性への意欲がノーマルで、うん、そういう魅力的になるためには、うん、このままじゃいけない、相手にされないのではないかっていう不安があった。不安がある、はい、から怖いから食べれない。 あとね、うん、そうで、僕はおかしいじゃないですか、うん、あとは、うん、肥満って、うん、糖尿病につながるんですよね、はいはい、僕はそっちの死の恐怖がありました、うん、なんか怖いから食べれないくなってる、うん、うん要はに近いんじゃないかな。空腹も死なんですけど、うん、肥満も死なんですよ、うんうんうん、ガクトに言われました、うんうん、あので多分そこまで太ってない人は、はい、死は感じてないわけじゃないですか。なるほど、そうですね、うんうん、あ、そのぐらいだとそうですね、うんうん、はい、確かに健康診断は全部 A みたいな。ああ、まあね、その人たちはそうでしょうね、うんうんうん、あとはその努力すると寿命が縮むっていうのがあるんですけど、はい、まあ、先ほど挙げたラディッシュ実験、うんうん、クッキーかラディッシュかもそうですけど、はいはい、うん、この意志力、制御系のネットワークを使って報酬系の活動を抑え込もうとしても、うんうん、要は意志力がストレスを生んで、うんうん、っていう話は結局血中のストレスホルモンが増えるので、うん、その脳はそれを逃走、逃げる、うん、もう一つの逃走、戦う状況だと誤認すると、うん、でこれが長く続くとストレスを筋肉の疲労と帰属エラーとして実際に疲れ果てていく、うんうん、この我慢っていうのを繰り返すと、うんうんうん、なるほどね、この話は分かりますね、うんうんうん、でさらに不穏なのは貧困家庭に育った若者が高い自己コントロール力を使って成功したとしても、さまざまな病気を発症し老化が早まるっていう研究、うんうん、あ、結局そうか、頑張って自分を律してそれに労力を使いすぎて成功したとしても、うんうん、そこでストレスがいっぱい溜まっているので、うんうん、結局健康にはならないみたいな、健康的にちょっと ハンディがある、うんうんうん、みたいな話が書いてある、うん、だがこれは、うん、この金持ちの家に生まれればじゃあ、うん、堅実性高いパーソナリティかっていうと、うんうん、一番冒頭に申し上げた、うん、井高元孝さん、うん、大王製紙、うん、創業家の3代目で、うん、東大に行って、うん、っていう人でも、うん、マリーナベイサンズで、はい、徹夜してギャンブルやって、うん、結局何十億っていうので、うん、会社の金不正に、うんうんうん、みたいなのが起こっている、うんうん、っていうね、はい、あとはまあその女の子の方が、うん、男の子よりも堅実性が高いよっていうのは、うんうんうん、分布として出ているっていう話とかが紹介されています、うんうん、まあ、多分これは狩猟時代に、うん、どちらかでも役割的に、うん、あ、堅実を求められた女性は多分、うん、まあ、農耕の時に堅実性が、うん、まあ、社会を形成する役割が与えられ、うんうん、まあ、子育てとかだからじゃないですかね。ああ、そうかもしれないですね、うん、他といたら死んじゃうみたいな、はいはいはい、そうですね、うん、っていうところです、うんうん。